こんにちは、セッキーです。す。動画ごご覧いいただきありがとうございます今回はマインド構築編ビジネスを始めるための心構え2番についてお話ししたいと思いますまず目次になります今回はこれら4つの項目についてお話ししたいと思いますまずアフィリエイト世界の変革になりますが 何も考えずに稼げる時代は終わりを迎えました。例えばなんですがコピペで〇〇円楽して片手間でというものがたくさんありましたが成功法を学ば,な学ばずになんとなく行動していた先行者たち というのは、えー、追い抜かすってことは至って簡単だってことなんですね。つまり、えー、あなたが稼げる理由になるということです。えー、導入期では、えー、力のない人というのも稼ぐことは至って簡単でした。ですが、えー、今は安定期の主張になりつつありまして、えー、こういった市場では、えー、力のある人間しか稼ぐことはできません。つまりラッ では稼げないといととうことです、えー。コツコツとした、えー、力をつけた人間っていうのが、まあ、報われるというような世界に変わりつつあるということです、えー、続いて「幻想は持たない、えー。稼げない人の特徴」と言いますと「えー、稼げない理由」を「 次から次へと見つけ出すスペシャリストのことを言います逆に稼げる理由に焦点を当てて行動すれば稼げた当たり前なんですねそういった人は稼げる理由っていうのを次から次へと見つけ出すスペシャリストになります この違い、えー、分かりますでしょうか、えー、稼げない人というのは稼げない理由、まあ、言い訳であったり理由っていうのを、えー、次から次へと見つけ出す稼げる人っていうのは稼げる理由っていうものを次から次へと見つけ出す、えー、そして、えー、ビジネスという単語がつくものっていうのは ここれは必ず勝つことが可能なんですね。でよく「飽和状態」だったり「ライバルが多い」って言われることが多いんですがこれは幻想にすぎませんビジネスである以上ライバルがいるっていうのはもう当然なことでして逆にライバルがいないでものの方が危険です どういうことかと言いますとライバルがいないということは需要がないということその商品そのサービスを欲しい人がいないということになるのでライバルがいないビジネスというのは逆に危険だというふうに認識していただければと思いますそしてライバルが多い市場ほど稼ぎやすい傾向というのが あります先ほどと逆な話になりましてこれ需要がある需要があるということは、えー、お客さんが多数存在しているという証拠になるんですねなのでライバルが多い市場というところを、えー、めがけていくっていうのが一つ稼ぎやすい傾向にあるってことを認識いただければなと思いますそして、えー、今後ネットビジネス とものが消えることっていうのは、まあまず今のインターネットの普及、これからの世界観からってまずないと考えられます。仮にアフィリエイトのようなネットビジネスのものがなくなったとしても、えー、習得したノウハウ、またマインド考え方ですね、こういった部分っていうのはすべてのビジネスに使うことができます。 ビジネスの相手が人間である以上一生涯使える技術になるってことを認識していただければなと思います。そしてビジネスで失敗する理由になりますがこれはインプットとアウトプットのバランスが悪いっていうことになります。 インプットっていうのは、えー、勉強して、えー、知識を養っていくことそしてアウトプットっていうのは、えー、作業をしてそれを放出、えー、していくというような形になっていくんですが、えー、そのバランスが悪いというのが一つ挙げられます、えー、対策としては、まあ、インプットをしたらアウトプットをする勉強したらそれを吐き出す、えーまあ、発信する ということで、そういった繰り返しのサイクルを作っていくっていうのが理想の形かなと思います。ですが、ビジネスを始めたばっかりという状態ですと、会社に行きながら、お勤めをしながら、学校に行きながら、家事をしながら、子育てをしながら、いろいろ時間を避けない理由っていうのはあると思います。それは仕方のないことですし、 えー、無理をして、えー、やる必要もないかなと思います。ですので、えー、時間を割けない場合という時には、えー、インプットアウトプットの比率をちょっと変えましてアウトプット、えー、作業する時間、えー、情報を発信する時間っていうのに重点を置いていただければなと思います。 そして3つ目とても大切なことですがノウハウコレクターにならないことノウハウコレクターっていうのはインプット例えば勉強だけして行動をしない自己啓発のセミナーに行ってそれで満足して何もしない新しい教材を買って それを棚の中にしまってしまって、えー、見ないといった、えー、まあコレクター化してしまうという状態のことを、えー、言います、えー、宝の持ち腐れになってしまいますのでそうならないように、えー、しましょうなので、えー、アウトプットすることに意識を置くというのがとても大切になってきます そして稼ぐためにはをありますが、えー、稼ぐために、えー、最も必要不可欠な心構えというのは、えー、継続することなんですね、えー、稼ぐために最も必要不可欠な心構えは継続すること、えー、どんなノウハウも 継続しないことには生かすことはできないんですね。で、継続するには、これは楽しまなければ続けられないっていうことです。継続するためには楽しまなければ続けられない。えー、あなたが苦しい思いをしているものっていうのは、絶対に続けることっていうのは、 でできないんですねで。楽しむポイントっていうのはこれは人によって異なります。ですので、えー、あなたは、えー、自分をよく理解して、えー、何をすればどう感じれば、えー、その作業を楽しくなるのかっていうところを、えー、工夫をしながら 行動していくってことこが必要になります。それは、えー、いきなり最初からここが楽しいからっていうのは見つけられないかもしれません。ですので、えー、いろんなこと、えー、思いつく方法っていうのを、えー、いろいろ試しながら自分が継続するには、えー、どういうやり方が向いているのかっていうのを えー、導き出していただければなと思いますそして、えー、結果が出るまで行動すれば、えー、それは必ず結果が出るということですね、えー、報われない結果が出ないっていうのはそれは、えー、単に行動が足りないと、えー、いうことが、えー、挙げられますただ、えー、僕 の講座っていうのは素人でも最初からとても結果が出しやすい方法っていうのを教えていきますのでその辺は心配しないでいただきたいなと思います。はいじゃあまとめになりますがビジネスを始めるためのマインド2番ということで今回はこれは4つ。 アフィリエイト世界の変革、幻想は持たないこと、ビジネスで失敗する理由、稼ぐためにはの4つについてお話ししてきました。今回の動画は以上で終わりにしたいと思います。どうもありがとうございました。